ベビーテックとはベビーとテクノロジーを組み合わせた造語。IT、IoT を用いて妊娠、出産、子育てを助ける製品やウェブサービスの総称。ベビーテックと呼ぶこともある。アメリカ合衆国で開催されているコンシューマーエレクトロニクスショーでは2016年よりベビーテックアワードが開催されており、そこからベビーテックという言葉が使われるようになった。 ベビーテックアワードの5分野と代表的な例、アメリカ合衆国やヨーロッパでは、スタートアップとして、ベビーテックを取り扱うベンチャー企業も多い。日本では、乳幼児向けの製品の認可が厳しいこともあるが、育児は、女性の仕事という固定観念が根強く、機械やコンピュータに育児を任せることの抵抗感がある。ため、ベビーテックの普及は、アメリカやヨーロッパに比べると、 ベビーテックの普及は遅れている。しかしながら、祖父母が子育てを助けてくれる時代でもなく、男女雇用機会均等法の施行などから共働きの家庭が増えており、合わせて保育所では保育士への負担増も指摘されているため、こういった問題解決にもベビーテックが役立つのではないかと期待されている。ありがとうございます。